いいいつもごご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手ドジャースの最新情報をご紹介いたします大谷翔平から学ぶことがある敵軍大砲が感銘彼のような選手はいない米大リーグロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手に他球団の選手も感銘を受けているようだ今季26本塁打通算174本塁打のリース・ホスキンス内野手ブルワーズは 彼のような選手はいないよ。クレイジーな活躍をしていると称賛を惜しまない。米メディアジョムボーイメディアのポッドキャスト番組「クリス・ゴーズ・ローテーション」に出演してのもの司会を務めるクリス・ゴーズ氏から大谷と同じ時代にプレーしていることの感想を聞かれホスキンスは「ありがたいことだよ」と笑顔。みんな彼のことをユニコーンと言うよね。彼のような選手はいないよ。正直言って投手に専念した場合どうなるか気になる。 打者としては見たくないけどねでも間違いなく興味はあるんだ大谷と同じチームでプレーしたことはないが彼を遠くから見てクールだなと感じることは楽しんでいることなんだ才能豊かで運動神経がある野球選手がクレイジークレイジーな活躍をしていると外から見て驚きを感じているという9月24日から26日日本時間25日から27日に行われたパドレスとの首位決戦で 大谷はタイムリーをを放つたけびをたびにあげ彼は重要な局面で感情をむき出しにしてチームメートを鼓舞しているんだ一塁や二塁でも笑ったり笑顔を見せている才能豊かな選手だけど私たちがこうやって学べることもあるんだ MLB では野球を楽しまないと気持ちがやられてしまうかもしれないんだとホスキンスは感情爆発のプレーにも感銘を受けているというただ注文もつけている ローズ氏から一塁で会話したことがあるかと聞かれると「ノー彼はシングルヒットをあまり打たないからね」「僕は彼と話をしたいんだけどね」とすぐに盗塁するがゆえに話ができていないことを残念がっていた水原騒動後に芽生えた大谷翔平とチームメートの新たな絆同僚が証言人間性にただただ驚く大谷はレギュラーシーズン全日程を終えキャリア杯の打率3割一部 59本塁でフィフティフィフティに到達するなど歴史的な結果を残した開幕直後には通訳を務めていた水原一平被告が違法賭博への関与の疑いで解雇その後大谷の口座から不正に送金していたことが明らかとなり銀行詐欺罪などで訴追される騒動に巻き込まれたがこの一件が大谷とチームメートとの間に新たな関係を生み出し団結を強めたと 米メ,メディアは特集記事内で報じている米カリフォルニア州地元紙ロサンゼルス・タイムズは少年たちの一人翔平・大谷はその人間性においてもドジャースのチームメートたちに感銘を与えるという見出しで特集記事を展開大谷の人間性に対するチームメートやスタッフの証言をもとにシーズンを総括している記事によると初期の頃の大谷とチームメートとの交流の多くはフィールド内のみで完結 クラブハウスでは距離を置いているように見えたといい水原被告が大谷の代わりに仲間の選手たちにメッセージを送ることはあっても大谷自身がロースター全体のグループメッセージに参加することはほとんどなかったというソウルで開幕戦を戦った3月20日の後に一連の騒動が発覚だが騒動が転機となりチームが韓国から帰国する頃には大谷とチームの間に新たな関係が形作られつつあった彼らは スキャンダルにおける大谷の無実を決して疑わず新たなスターの周りに団結していたと大谷とチームメートの間に新たな絆が芽生えたことを同記事は伝えている。騒動後の大谷との関係に関してキケ・ヘルナンデス内野手はあの状況で彼が自分自身をチームの一員だと感じざるを得なかったのかそれとも彼のキャリア人生でおそらく最悪の時期を私たちが後ろから支え サポートしていたことを理解して感謝してくれていたのかはわからないと記事内でコメントした続けてでもそれ以来彼から見えてきたもの彼の人間性やその全てにただただ驚いている彼は我々の一員なんだ彼はチームの一員なんだチームに彼がいてくれて嬉しいよと改めて絶賛今ではすっかりチームに馴染んだ大谷の姿に目を細めている大谷翔平待ちに待った10月の戦い パドレスとの地区シリーズ前にドジャース決起集会銀髪ロハスはみんなで特別なことをしたいドジャースはパドレスとの地区シリーズに向けての練習を公開した大谷は全体練習には顔を見せなかったがその後の実戦形式の練習で打席に立って感触を確かめた大谷が待ちに待った10月の戦いがやってきた相手はダルビッシュ有投手らが所属するパドレス同地区の宿敵で2年前 ドジャースは同じ地区シリーズで苦敗をなめた再び同じ鉄を踏むわけにはいかない今季リーグ最高勝率のドジャースだが短期決戦は全く別物怪我人続出の先発投手に不安があるチームの下馬評は決して高くない主砲のフリーマンも終盤に右足首を捻挫し大舞台に間に合うかは微妙な状況だただ昨年の WBC で勝負強さを発揮し 今期も数々の伝説を残した大谷翔平の存在はドジャース劣勢を跳ね返すインパクトがあるバンキ記者の一人はこれまでと違って「今回は大谷がいる」と期待を込めるフリードマン編成本部長は本拠地で会見し昨年入団を決めた12月に大谷と話した時彼との会話は全て10月プレーオフのことだった彼はこの瞬間を楽しみにしている WBC でも彼の勝負強さは証明済みだあの決勝の9回は鳥肌が立ったやってくれると思うと活躍に太鼓板を押したチームは前日前々日と練習後に球場の VIP ルームで選手スタッフでパドレスとブレイブスの試合を観戦し決起集会を開いた髪の毛を銀髪に染めたロハスは温度を取った理由について翔平も吉伸も参加したよここから34週間 僕らの一番の焦点は一緒にいることなんだ今は大事な状況でみんなで結束して特別なことをしたいと思ったと語った大谷はこの日を含めて3試合連続で紅白戦に参加し試合感を鈍らせないように調整したシーズン終了後ここから先はシーズン中に積み上げた数字は意味がないしっかりと自分の調子を維持したいと語っていたシーズン中とはスタジアムの雰囲気は全く変わる 異様な雰囲気の中で大谷翔平が新たな歴史を刻む大谷翔平を信じよう迫る決戦 LA ファンの願いドジャースには地球最高の選手がいる大谷は地区シリーズでメジャー7年目にして初めて秋の大舞台を経験する相対するのは同地区パドレス今季チームは負け越した上に勢いに乗る強豪戦々恐々とする声が聞かれる中 LA ファンは大谷を信じようと異彩に改めて期待を寄せている大谷や山本らを補強したドジャースは今季世界一の大本命と目されていたが投打の主力が相次いで故障パドレスやダイヤモンドバックスの猛追に遭い一時は2ゲーム差まで迫られたそんな中で大谷が打線をけん引した一方パドレスは今季ドジャースに勝ち越しただけでなく本拠地で開催されたワイルドカードゲームでもブレーブスを2連勝で退け 勢いに乗っている2022年にも両軍は地区シリーズで対戦レギュラーシーズンを111勝と圧倒したドジャースだったが89勝のパドレスにシリーズ1勝3敗で審酸をなめる結果になった2年前の苦い経験もあって LA ファンからはパドレスに維持する声が上がっているがあるファンの投稿が話題を呼んでいる「みんなパドレスを恐れている自分も理解できると始まり大谷の写真を添えてこう続けた」 でも自信を持とうドジャースには地球上最高の選手がいる大谷を信じようこのチームを信じようこの投稿は一気に拡散されこれに尽きる僕らには大谷がいるそうだ大谷を信じるべきだベッツと大谷がいて何を恐れる必要があるのかなどと同調する声が上がっていたパドレスが敵ファンを締め出し異例のチケット販売に米メディアも批判。 ドジャースファンが入らないように必死だ公式ホームページで通達 LA 在住者の座席購入予告なくキャンセル激しく火花を散らしてきたライバル対決は大一番を前にヒートアップしている現地時間10月5日からドジャースとパドレスは地区シリーズを戦う同じナ・リーグ西地区の派遣を争ってきた両軍の対決は小さくない注目を集めているのだがそのチケットの販売が波紋を呼んでいる 今回の地区シリーズはロサンゼルスでの2戦を終え現地時間7日からはサンディエゴで第3戦4戦が開催予定となっているこの2戦のチケット販売に関してパドレスはロサンゼルスの居住するファンがチケットを買えないよう制限を設けたというのだ米スポーツ専門メディアブリーチャーレポートの野球アカウント BR ウォークオフは公式 X でチケット購入サイト上で共有されている重要なお知らせを拡散 そこににははペトコパークはサンディエゴに位置していますこのイベントの発売はサンディエゴカウンティサザンオレンジカウンティウェスターンアリゾナラスベガスまたはその周辺の居住者のみに制限されていますそれ以外の居住者が購入した場合チケットは予告なしにキャンセルされ「返金されます」と記されている無論ビジターチームのファンにとっては厳しいと言える対応には批判が噴出している ドジャースのありとあらゆる情報を発信している専門サイトドジャースネーションはパドレスはロサンゼルスから来るドジャースファンがペトコパークに入らないように必死になっていると指摘ライバル球団の対応を皮肉っているパドレスは巨大な影から抜け出そうと必死だ実際ドジャースはカリフォルニアの心臓であり魂だ最近の動向からしてもパドレスはペトコパークが青い海になり ドジャースファンが埋め尽くすことを避けたいと願っているという見方をより強めざるを得ない短期決戦となるポストシーズンではホームアドバンテージが重要でありパドレスは地の利をどうにかして作りたいだけだホームとビジターの席が明確に分かれている日本的には考えにくい対応ではある果たしてパドレスの策は吉と出るだろうか野球ファンからの批判や疑問の声もあるだけに試合結果が注目される最後までご覧いただきありがとうございます もしよろしければチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いいたします。